それ嘘をついてない。ついてないです。ついてないです。ついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、あの57、これもなんだから着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してればこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定しちゃった。だからあの発泡水塗ってポリクロス貼って、はい、で、あの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させる。でこういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あの、はい、あのローデンの。うん。だからこれなんだよね。型から取るってやつはね、やっぱりね。はい、綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な赤ですね、ね、すごい。これも同じ、粉を食ったらこれも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこういうね。あ、部分的にそういう風な形で取り継ぎ合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。かっこいいです。発酵してるって言っても、スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、硬いから。あ、でもそれ嘘をついてない。ついてないついてないついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、あの57、これもなんだから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない。そうですね、割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してればこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定しちゃった。そうです。だからあの発泡水塗ってポリクロス貼って、はい、であの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させる。でこういう風にこういっぱい持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あの、はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね。型から取るってやつはね、やっぱりね。綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な赤ですね、ね、すごい。これも同じ、粉を食ったらこれも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこういうね。あ、部分的にそういう風な形で取り継ぎ合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。かっこいいです。発泡してるって言っても、スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、硬いから。あ、でもそれ嘘をついてない。ついてないついてないついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、あの57、これもなんだから着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してればこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定しちゃった。だからあの発泡水塗ってポリクロス貼って、はい、であの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させる。でこういう風にこういっぱい持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あの、はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね。型から取るってやつはね、やっぱりね。綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な赤ですね、ね、すごい。これも同じ、粉を食ったらこれも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。あ、だから剥がすとこういうね。あ、部分的にそういう風な形で取り継ぎ合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。かっこいいです。発泡してるって言っても。
イルフォームは加工しにくい単位だったりか。あ、でも。それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八。いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、あの57、これもなんだから着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあ、ポリエチのシートから判定したってこと？だから発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、で少し泡抜いといて、でこういうふうに逆さにして硬化させる。ああ、こういうふうにこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あのローデンの。うん。だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね。綺麗でしょ、これだけ綺麗に。すごい綺麗な型ですね、すごい。これも同じ、粉を食ったり、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこういう。あ、部分的にそういう風な形で取り継ぎ合わせっていう方法もあるよね、やり方をね。ね。発泡スチロールって言ってもらう。あ、スタイルフォームは加工しにくい単位だったりか。あ、でも。それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、あの57、これもなんだから着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと？だから発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、で少し泡抜いといて、でこういうふうに逆さにして硬化させる。あ、こういうふうにこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね。綺麗でしょ、これだけ綺麗に。すごい綺麗な型ですね、すごい。これも同じ、粉を食ったり、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこういうふうに。あ、部分的にそういうふうな形で取り継ぎ合わせっていう方法もあるよね、やり方をね。ね。発泡スチロールって言ってもスタイルフォームは加工しにくい単位だったりか。あ、でも。それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八。いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、あの57、これもなんだから着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと？だから発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、で少し泡抜いといて、でこういうふうに逆さにして硬化させる。ああ。でこういうふうにこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね。綺麗でしょ、これだけ綺麗に。すごい綺麗な型ですね、すごい。これも同じ、粉を食ったり、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげる。あ、だから剥がすとこういうふうに。あ、部分的にそういうふうな形で取り継ぎ合わせっていう方法もあるよね、やり方をね。ね。
発泡スチロールって言ってもらう。スタイルフォームは加工しにくいかな、硬いから。それ嘘をついてない？ついてない。ついてない。ついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、あの57、これも塗ったから着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。だからあの発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、で、あの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させる。ああ。でこういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ。じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あのはあのローデンの。うん。だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね。綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な型ですね、すごい。これも同じ、粉を食ったり、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこういう。あ、部分的にそういう風な形で取り継ぎ合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。発泡スチロールって言ってもらう。スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、硬いから。それ嘘をついてない？ついてない。ついてない。ついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、あの57、これも塗ったから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。だからあの発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、であの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させる。でこういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あの、はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね。綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な型ですね、すごい。これも同じ、粉を食ったり、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこういう。あ、部分的にそういう風な形で取り継ぎ合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。発泡スチロールって言ってもスタイルフォームは加工しにくいかな、ね、硬いから。それ嘘をついてない？ついてない。ついてない。ついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、あの57、これも塗ったから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。だからあの発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、で、あの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させる。でこういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あの、はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね。綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な型ですね、すごい。これも同じ、粉を食ったり、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。あ、だから剥がすとこういう。
だ部分的にそういう風な形で突き合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ねかっこいいな。加工してるって言ってもらう。あ、スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、やっぱり。それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八。いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今あの80あの57これも塗ったから着色で57 で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。だからあの発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、であの少し泡抜いといてでこういう風に逆さにして硬化させる。でこういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作ってで後でこう切った。ああじゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あのはあのローデンの。うん。だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、これだけ綺麗に、すごい綺麗な型ですね、これ、すごい。でもこれも同じ、粉を食ったり、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげるから、だから剥がすとこういうね。部分的にそういう風な形で突き合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ねかっこいいな。加工してるって言ってもらう。あ、スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、やっぱり。それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今あの80あの57これも塗ったから着色で57 で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。だから発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、で少し泡抜いといてでこういう風に逆さにして硬化させる。こういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作ってで後でこう切った。ああじゃあこれが表面なわけだ。そうですね。はい、ローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、これだけ綺麗に、すごい綺麗な型ですね、これ、すごい。これも同じ、粉を食ったり、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげるから、だから剥がすとこういうね。あ、部分的にそういう風な形で突き合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。加工してるって言ってもスタイルフォームは加工しにくいかな、ね、やっぱり。それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八。いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今あの80あの57これも塗ったから着色で57 で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。だから発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、で少し泡抜いといてでこういう風に逆さにして硬化させる。でこういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作ってで後でこう切った。ああじゃあこれが表面なわけだ。そうですね。はい、ローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、これだけ綺麗に、すごい綺麗な型ですね、これ、すごい。でもこれも同じ、粉を食ったり、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげるから、
だから剥がすとこ、ね、ああ。部分的にそういう風な形で取り付け合わすっていう方法もあるよね、やり方をね。ね。加工してるっていう手もある。あ、スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、硬いから。あ、でも。それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八。いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今あれの80あの57これもなんだから着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してればこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。だからあの発泡水塗ってポリクロス貼って、はい、であの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させて、こういう風にこういっぱいもうでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あの、はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、はい、綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な形ですね、これ。すごい。これも同じ、この奥体、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。だから、剥がすとこ、ね。ああ。部分的にそういう風な形で取り付け合わすっていう方法もあるよね、やり方をね。加工してるっていう手もある。スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、硬いから。あ、でも、それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八。いちご丸八塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今あれの80あの57これもなんだから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してればこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。そうです。だからあの発泡水塗ってポリクロス貼って、で、はい、あの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させて、こういう風にこういっぱいもっとでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あの、はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な型ですね、すごい。これも同じ、この奥体、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこ、ね。あ、部分的にそういう風な形で取り付け合わすっていう方法もあるよね、やり方をね。ね。加工してるっていう手もある。スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、硬いから。あ、でも。それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八。いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今あれの80あの57これもなんだから着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してればこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。だからあの発泡水塗ってポリクロス貼って、で、あの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させて、こういう風にこういっぱいもっとでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あの、はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な型ですね、すごい。
でもこれも同じ、これも太い、これも同じなんですよ。これは上下挟んで上から、はい、重しかけて固まらせてあげた。だからはがすとこ、ね、あ、部分的にそういう風な形でとつぎ合わせるっていう方法もあるよね、やり方をね。発泡してるって言ってもらう。ステロフォームは加工しにくいじゃない、硬いから。それ嘘をついてない。ついてないです。ついてないです。ついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八。いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今R の80、57、これもなんだから着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。だから発泡水塗ってポリクロス貼って、はい、で少し泡抜いといて、でこういうふうに逆さにして硬化させる。でこういうふうにこういっぱいもってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。はい、ローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、はい、綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な。そうですね、すごい。でもこれも同じ、この太い、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげた。だから、剥がすとこ、ね、部分的にそういう風な形でとつぎ合わせるっていう方法もあるよね、やり方をね。発泡してるって言ってもらう。ステロフォームは加工しにくいじゃない、硬いから。あ、でも。それ嘘をついてない。ついてないです。ついてないです。ついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八。いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、57、これもなんだから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。そうです。だから発泡水塗ってポリクロス貼って、で少し泡抜いといて、でこういうふうに逆さにして硬化させる。こういうふうにこういっぱいもってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。はい、ローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な。そうですね、すごい。これも同じ、この太い、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげた。だから剥がすとこ、ね、部分的にそういう風な形でとつぎ合わせるっていう方法もあるよね、やり方をね。発泡してるって言ってもステロフォームは加工しにくいじゃない、硬いから。それ嘘をついてない。ついてないです。ついてないです。ついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八。いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、57、これもなんだから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がその判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと。そうです。だから発泡水塗ってポリクロス貼って、で少し泡抜いといて、でこういうふうに逆さにして硬化させる。でこういうふうにこういっぱいもってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。はい、ローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、
綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な。そうですね、すごい。これも同じ、これも同じ、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこですね。部分的にそういう風な形で取り合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。かっこいい。加工してるって言ってもらう。あ、スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、硬いから。あ、でも。それ嘘をついてない。ついてないついてないついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、57、これも同じだから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない。そうですね、割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと？そうです。だから発泡水塗ってポリクロス貼って、はい、で少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させて、こういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。ローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、これだけ綺麗に。すごい綺麗な。そうですね、すごい。これも同じ、これも太い、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこですね。あ、部分的にそういう風な形で取り合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。かっこいい。加工してるって言ってもスタイルフォームは加工しにくいかな、ね、硬いから。あ、でも。それ嘘をついてない。ついてないついてないついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、57、これも同じだから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと？そうです。だから発泡水塗ってポリクロス貼って、はい、で少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させて、こういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。ローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な。そうですね、すごい。これも同じ、これも太い、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこですね。部分的にそういう風な形で取り合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。加工してるって言ってもらう。スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、硬いから。あ、でも。それ嘘をついてない。ついてないついてないついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、57、これも同じだから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと？だから発泡水塗ってポリクロス貼って、で少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させて、こういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。
はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、こんだけ綺麗に、すごい綺麗な型ですね、ね、すごい。じゃこれも同じ、この太い、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこういうね。あ、部分的にそういう風な形で取り合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。加工してるって言ってもらう。スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、簡単に。あ、でも。それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八塗ってるだけ？色つけて。そう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 、だから今 R の80、あの57、これも同じだから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない、ね、割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してればこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと？そうです、だからあの発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、であの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させて、こういう風にこういっぱい持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね、あの、はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、こんだけ綺麗に、すごい綺麗な型ですね、ね、すごい。これも同じ、この太い、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこういうね。あ、部分的にそういう風な形で取り合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。加工してるって言ってもスタイルフォームは加工しにくいかな、ね、簡単に。あ、でも。それ、嘘をついてない？ついてない。ついてない。ついてない。ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今、R の80、あの、57、これも同じだから、着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない、ね、割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してればこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと？だからあの発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、であの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させて、あ、こういう風にこういっぱい持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね、あの、はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね、綺麗でしょ、こんだけ綺麗に、すごい綺麗な型ですね、ね、すごい。これも同じ、この太い、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。あ、だから剥がすとこういうね。あ、だ部分的にそういう風な形で取り合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。加工してるって言ってもらう。スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、簡単に。あ、でも。それ嘘をついてない。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 ここまで行くんですか。それは何？いちご丸八？いちご丸八。塗ってるだけ？色つけて。そう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 。だから今 R の80、あの57、これも同じだから着色で57で。あんまりやるとパリッと割れない。割れない割れない。あ、そう。でポリ袋がそのまま判定してればこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと？そうです、だからあの発泡スチロール塗ってポリクロス貼って、はい、で
あの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させる。ああ。でこういう風にこういっぱいこう持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ。じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あのはあのローデンの。うん。だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね。綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な型ですね。すごい。これも同じ、この奥体、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこういう。あ、部分的にそういう風な形で取り継ぎ合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。発泡スチロールって言ってもらう。あ、スタイルフォームは加工しにくいかな、ね、やっぱり。あ、でも。それ、嘘をついてない？ついてない。ついてない。ついてない。ここまで行くんですか、それは何？いちご08？ いちご08塗ってるだけ？色つけて。そう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 、だから今 R の80、あの57、これも同じだから着色で57 で、あんまりやるとパリッと割れない、ね、割れない割れない。あ、そうで、ポリ袋がそのまま判定してるからこう綺麗になっちゃう。ああ、それは何？じゃあポリエチのシートから判定したってこと？だからあの発泡スチロール塗って、ポリクロス貼って、で、あの少し泡抜いといて、でこういう風に逆さにして硬化させる。でこういう風にこういっぱい持ってでかくして作って、で後でこう切った。ああ、じゃあこれが表面なわけだ。そうですね。あの、はい、あのローデンの、うん、だからこれなんだよね、型から取るってやつはね、やっぱりね。綺麗でしょ、こんだけ綺麗に。すごい綺麗な型ですね。すごい。これも同じ、この奥体、これも同じなんですよ。これは上下挟んで、上から、はい、あの重しかけて固まらせてあげる。だから剥がすとこういう。あ、だ部分的にそういう風な形で取り継ぎ合わせるっていう方法もあるよね、やり方はね。ね。発泡スチロールって言ってもスタイルフォームは加工しにくいかな、ね、やっぱり。あ、でも